はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。メンバーシップのね、動画を上げてる方がいらっしゃってて、まあ、それは300円とか、250円とかを会費として払って、で、そのメンバーシップでしか取れない、もらえない、そのスタンプだったりだとか、動画だったりを見れる。やつがあったりとかするみたいなんだけど、私は多分やらないです。やろうと思ってないっていうか、まあ、そのメンバーシップの、多分ね、私がやるとしたらもう本当に悪口になっちゃうと思うし、で、ちょっと前にね、山ゆりの方、山ゆりの、その、障害がある方を、まあ、ナイフで切って亡くなった殺人事件が ありましたけど、あれもかなり言葉を選んでお話をしましたけど、あれの、なんだろう、言葉を選ばない状況ならば、多分メンバーシップの方で言っちゃうかもしれない。ただ、私がそういうのを見てて、まあ多分通報する人もいると思うんでね。この人も何かネジが外れたら、そういうことがしちゃいそうだ。っていう感じで、多分通報されることがあると思うんで、報告をね、されると思うんで、多分やらないと思います。まあね、そういうのであってもいいならば、まあ一番ね、そのお金が少ないもので、ガンガンいっちゃうかもなって思います。ただ、どれをね、取り上げてもらえるのかっていうかさ、欲しいのかっていうのも全然違うと思うんで、まあなんとも言えないんですけど、あんまり私も見ないかな。お金払っても、まあ、表の情報だけでも全然いいかなとか思っちゃうんだよね。まあ、深掘り してるところを見たいっていうのもあるけど、その都市伝説系とかね、そういうので。ただ、それが、200円、300円、500円の価値になる情報かっていうと、自分にとってね、わからんじゃん。全部がっていうか、全員が全員さ、これ有益な情報だったとか。いや、これなんか物足りないよねって思う人もいるわけで、まあ、その時によって全然違うと思うんだけど、まあね、どういう感じになるかわからんけどね。で、まあまあ、ちょっと言いないこと、言葉を選ばないで言えるような状況のものでもよかったら、まあメンバーシップで作るかもしれないけど、多分、週に1回とか2回とかかなと思う。で、何の話をしたんだっけ?なんだっけ。まあいいや。はい、以上です。